諏訪原城は牧之原台地に築かれた山城です。1573年武田勝頼は遠江侵攻の拠点とするために家臣の馬場美濃守信房に命じて城を築きました。城内に諏訪大明神を祀ったことから諏訪原城の名がついたと言われています。諏訪原城は駿河から遠江に入る要衝の地にあり、高天神城攻略のための陣城として、攻略後は兵站基地としての役割を担いました。現在も整備保存が続けられ、素晴らしい状態で遺構を見学することができます。二の廓の各所に丸馬出しが築かれています。武田流築城術の特徴で、小口の前に設けられた三日月堀と平坦地がセットになっていて、防御するだけでなく味方が出撃する場合の拠点になった使用方法などが考えられています。発掘調査により後に収めた徳川氏によって改修された可能性が大きいことが分かりました。本クルは二の廓を囲むように外堀、中堀と巨大な空堀が築かれています。1575年、徳川家康によって諏訪原城は攻め落とされました。その後、牧野城と改名され、今川氏真や松平家忠らが城主となりました。家忠日記には、堀不振や兵不振など、度重なる改修が行われたことが記されています。1581年には高天神城が落城し、翌年に武田氏が滅亡。その後、家康が関東に移ったことから、1590年頃廃城になったとされています。南西の大手口が平坦地形に対し、本クルは東側は断崖絶壁になっています。当時城の眼下を大井川が流れ、自然地形によって本クルは守られていました。本クルからは瓦家や鉄砲玉、土壁の破片、瀬戸美濃さんの丸腕などが見つかっています。断崖絶壁となる東側にも内堀が築かれています。
1975年に国史跡に指定され、その後整備保存が現在も続けられています。週末や連休期間には多くの観光客が見学に訪れる諏訪原城、今も地域に全国の歴史ファンに愛され続けています。